2021年9月1日、当時現役最年長 F1 ドライバーだったキミ・ライコネンが SNS で引退を発表しました。ライコネンの発表時の年齢は41歳で、その翌月の10月に42歳を迎えていました。F1 で19シーズン戦い抜いた彼の熱い走りは今年からもう見ることはありませんが、私たちファンの記憶に永遠と残り続けるでしょう。毎年熾烈なシート争いが行われている F1 において、ライコネンのように自身の判断で現役を続けてきたドライバーは限られています。結果が全ての F1 では、やはりタイトルを獲得したことのあるドライバーがそれに当たるでしょう。今年で言えばハミルトン、ベッテル、マックス、そしてアルピーヌのフェルナンド・アロンソです。今回はそのアロンソの今後について考えてみました。ドライバーの能力だけがシートの獲得にはつながらない F1 の世界では、ドライバー生命は非常に短いと言えます。しかしインディーやラリー、ウェックなどを見ると40代、50代のドライバーが多いので、カテゴリーを転向すれば意外とドライバー生命は長いと言えます。では現役 F1 ドライバーの2022年3月30日時点の年齢を見てみましょう。1020人中、最年少は角田裕毅の21歳で、最年長はアロンソの40歳と、年齢差は非常に大きいと言えます。年齢層で見てみると、20から24歳が20人中最も多い8人、25から29歳が6人、30から34歳が4人、35歳から39歳が1人、そして40歳以上が1人となっています。平均年齢は 27.4 歳で、平均以下のドライバーは半数以下の13人いるということになります。マックス以外のタイトル経験者はいずれも30歳以上で、ハミルトンが37歳、ベッテルが34歳、そして今年7月で41歳を迎えるアロンソとなっています。彼ら3人はいずれも23歳か24歳で初めてワールドチャンピオンに輝いており、去年初のワールドチャンピオンを手にしたマックスも24歳でした。これは偶然なのかもしれませんが、過去の例からすれば少なくとも25歳以下でタイトルを獲得することが長く F1 ドライバーとして君臨できる絶対条件とも言えます。現在ドライバーズランキングトップのシャルル・ルクレールは10月で25歳になるので、もしタイトルを手にすることができれば彼らの仲間入りを果たすことになります。ライコネンの引退により現役最年長となったアロンソは、ライコネンとの共通点が非常に多いことを知っていましたか？ライコネンは F1 で19シーズン戦いましたが、アロンソは今年で19シーズン目、そしてどちらも途中2年間 F1 から離れた時期があり、その後復帰しています。さらにどちらもマクラーレンとフェラーリに在籍し、そして2人ともデビュー時のチームに出戻る形で復帰しているんですよ。2005年と2006年に2年連続でタイトルを獲得したアロンソは、昨年12年ぶりに古巣のルノー、現アルピーヌから復帰を果たしましたが、間違いなく身体的な衰えはあると思いますが、能力的な衰えは全く感じさせず、レースを積み重ねるほどマシンを理解し、速さを増していると言えます。先日行われたサウジアラビアグランプリでも、チームメイトで現在25歳のオコンに全く引けを取らないレースを披露し、接触寸前の熱いチーム内バトルも見せてくれました。最終的にマシントラブルでリタイアしてしまいましたが、何もなければオコンに勝っていたかもしれませんね。レース後、オコンはアロンソについてこう語りました。僕らはチームからレースをすることを許されていた。フェルナンドとレースをすることはいつでも嬉しいし、笑顔になるんだ。彼はレースメイクが素晴らしく、とても速い。レジェンドドライバーである彼と戦えるのは光栄だよ。彼は2007年にルイスと戦っていた時から全く速さを失っていないよ。まるで熟成されたワインのようだ。このようにコース上でアロンソとバトルをしている若いドライバーは、彼の凄さを身をもって感じていることでしょう。それほどアロンソは今でも速く成熟した素晴らしいドライバーなのです。昨年 F1 で最後のシーズンを迎えたライコネンは、戦闘力の劣るアルファロメオのマシンでの戦いだったので、同じ19シーズン目の F1 でもアロンソはライコネンよりもマシン的に恵まれていると言えるでしょう。
昨年のアロンソは2年のブランクがあったものの、最終的にオコンの獲得ポイントを上回り、チーム内バトルを制しています。アロンソがチームメイトに負けたのは、2007年のルイス・ハミルトンが最初で最後だったと言えます。当時の2人は同ポイントで並んでおり、上位入賞回数でアロンソはハミルトンに負けたということになるので、それがなければ全勝していたかもしれませんね。アロンソにとってはハミルトンの出現こそが、その後の自身のドライバー人生を大きく左右することになったといえます。もし、あの時マクラーレンとの契約を破棄せずにチームに残留していたとしたら、アロンソだけでなくハミルトンの未来も大きく変わっていたかもしれませんね。まあ、たらればを言ってもキリがないのですが、そうなった場合の未来も見てみたかったです。アルピーヌは昨年、オコンが嬉しい初優勝を成し遂げ、アロンソも表彰台を獲得し、勢いに乗るチームといえます。アロンソにとっては、今年こそは2013年以来の F1 での優勝が期待されているのです。アロンソは、サウジアラビアグランプリの後、マシンについてこう語っています。僕たちは今、エンジンに関しては、他のチームと同じレベルにあると思う。こことバーレーンの両方のストレートで戦うことができたんだ。ここ数年、ルノーは中断で苦しんでいた。僕たちはこの状況を変え、大きな夢を持つ時が来ていると信じているんだ。アロンソの目標は、あくまで一つや二つの優勝ではなく、その先にある自身三度目のタイトル獲得だと思います。現状を考え、口には出していませんが、間違いなく彼の中にはそれがあるでしょう。では、アロンソはいつまで F1 ドライバーを続けるのでしょうか。自身の今後についてもこう語っています。僕は永遠にドライブし続けることはできないが、できる限りすぐにそうなることを望んでいる。F1 にはサーキット外でも多くの活動があるけれど、僕はそれらも楽しんでいる。だから僕は少なくともあと2年か3年はここでみんなと会うことになるだろうと考えているよ。アルピーヌは昨年の8月にアロンソとの契約を1年延長したことを発表しています。つまり、アロンソは今シーズン限りで契約上では切れることになりますが、チームからしても全く彼を切る理由はないと言えます。今シーズンも2021年のような活躍を見せると思うので、来年以降もアロンソが言う通り、あと2、3年は F1 ドライバーを続けることでしょう。今シーズンは今のところあのメルセデスがトップ争いから脱落しています。今後何が起きるかわからない F1 の世界で着実に力をつけているアルピーヌは、来年もしくは再来年に大ブレイクする可能性もゼロとは言えないのではないでしょうか。もしアロンソが勝てるマシンを手にした場合、最強のマックスやルクレールとのタイトル争いが見れると思います。昨年まではハミルトンを目標に若手ドライバーが必死に立ち向かっていましたが、その相手がアロンソになった場合、どのようなバトルになるのか、ぜひ見てみたいです。タイトルは2回だけとはいえ、アロンソは歴代の F1 ドライバーの中でも速さ、強さにおいては5本の指には入ると思っているので、引退前にもう一花咲かせてほしいですね。皆さんはアロンソは3度目のタイトルを獲得できると思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。みんな明日も頑張れ。